アスレチックス観客数4日が3035人、5日が3407人、6日が4930人。大谷翔平登板の開幕戦は26805人。それ大谷関係ないで開幕戦だけはいつもおる。大谷が投げた開幕戦だけ人多いな。大谷効果で2万人増えてるやん。早くオークランドから移住しないと。これはマイナーリーグベースボール。藤波もヤジとか気にせず伸び伸びできそうやね。藤波はこれを求めて入団したらしい。そら開幕前から100敗決まってるようなチームを金出して見に来るやつはおらん。 MLB は放映権量がえぐいからな。アメリカの世界一の経済基盤がそのまま反映されとる。 NPB には絶対真似できへんから参考にしたらあかんね。 NPB 波動員で稼ぐ路線。藤波が先発のチャンスをもらうレベルなんやし、これで分配金もらうんやからお荷物球団やん。アスレチックスってずっとあのクソダサいユニフォームなん。というかメジャーって大谷の中継見る限りどこもガラガラだよな。マジで人気ないんやな野球。そらエンゼルス見るからよ。栗山末期のハムくらいか。球界再編前のパリーグ以下やん。格差社会のエグさ、上から下まで。ロッキーズ弱い割に人気あるな。よさか SD とそこまで致命的な差はないんやな。ドジャースヤンキースレッドソックスは試合見るたび観客おると思うけど他ひどいな。あとカージナルスとカブスあたりか。カブスは弱い時でも見捨てないイメージ。治安が悪いチームが弱いスターがいないスタジアムが老朽化しているアメフト兼用なので妙にグラウンドが遠い。逆に行くやつ何が目的だよ。アスレチックスは選手を売ることが仕事やからな。